フィリップ・サンソネッティ、フィリップ・サンソネッティは、フランスの微生物学者。パリのパスツール研究所及び、コレージュ・ド・フランスの教授。彼は、インサーム・ユニット786及び、パスツール研究所、パサージーニー・マイケロ・ビエン・マラクレアのリーダーを、務めている。INSERM、フランス科学技術省の委員を務め、世界保健機関の下痢性疾病のワクチン開発に、 ついての委員会ではその議長を務めた。また2008年からは、コレージュとフランスにて微生物、感染症学の主席教授を務めている。2014年王立協会外国人会員選出。フィリップ・サンソネッティの研究は、主として、赤キ,キンの病院解明に関するものである。彼の仕事は、生物学及び医学にまたがり、分子遺伝学、細胞生物学、 免疫学の発展及び赤離菌に対するワクチンの開発に貢献した。サンソニッティ研究室の主な業績は以下の通り。彼はさらに開発途上国で赤離を引き起こす赤離菌に対するワクチン開発にも積極的に関わっている。サンソニッティ教授は300以上の科学論文の著者であり、いくつもの科学専門雑誌の編集委員を務め、 細胞微生物学の創立者のうちの一人と考えられている。また、科学の彼の業績は以下に挙げる、多数の章によっても知ることができる。また、科学分野で貢献のあった人物として、ナイトの称号が授与されている。ありがとうございます。